練習するなりしてください。目覚めたいか。さあフレーム回して線中とアンクルです。そしてタイヤをスカック、そこからさっそとメイク。さあ一歩目の上に来ました。ライビングスタート。さあおっと今度は前輪は後輪を上げた。そして颯爽とメイク。さあライディングスタート。さあ後ろから前へ、後ろから前へ、後ろから前へ、そして後ろから取ってメイク。さあ完璧、1本目は完璧、もう余裕です。さあクロスフットから切り返してボディバリアル。さあ入った。さあ難易度の高い技、そして飛んで切り返して、さあ素晴らしい、フレームを回してペダルに乗ってメイク。さあ素晴らしい。さあ残り15秒、 KJ さあ1本いいの決めました。おっと今日の自己分析ですね、遅くなりましたね。空気圧、清純さ、欲求がマックスということでね、はい綺麗ですね。はい、そこからはいメイク。さあありがとうございました、素敵なライディング。さあ決勝に行けるのか、ケイジェありがとうございました。です、2分間っていう時間はとても長いですね。時間の過ぎ去り方というのは人の気持ちによって変化します。相対性ですね。そこから綺麗に回して、そしておっと今度リア来た。さあリアもできるんだぞと、フロントからリアへバースピンでメイク。さあ2分間使い切りました。2本目のトリック。さあカールクルーザーから後ろへ、そしてスカッフして前へ。さあ綺麗にハーフパッカー。さあタイヤの回転をコントロール、タイヤの回転をコントロールして、こっから彼の代名詞と言われる、さあノーハンドから、そっからフレームを回せた。さあそして後ろから前へ。さあ完璧、途中からワンハンドでさっそとメイク。さあ花ちゃんハングファイブから、そこから後ろに切り返して、さっそとバスピンメイク、おしゃれ。いや、今日一のおしゃれですね。さあ、ハングファイブから。切り返して、前に返して。おっと、来たのか？イエーイ！さあ、花ちゃん。いや、素晴らしい。さあ、2分以内ということで。さあ続いてヒッチハイカーからハートのヒッチから落として、さあ K に、そしてエルク、そして持ち替えて非常に綺麗、そしてメイクではなく続いた。さあハングファイブからみんなを蹴散らせてメイク。さあ1分15秒経過。さあ落ち着いて1本決めていこう。さあ回して回してが、さあウィンフラッシュ、難易度の高い技ですね。そこから切り返して、さあ素晴らしい、非常に綺麗なライディング。さあそしてエルクグライドから切り返してメイク。さあ1本決めてきた。非常に申し訳ないですね。あ、そうこれを言うの忘れてた、初恋の人の名前イクミちゃん。そうイクミちゃんと出会ったのは保育園の頃、片思いし続けて5年。いやね、さあまた、さあさあさあそっからのゼロ距離からの、さあ鍋さん見せてくれます、トリプル、イエスメイク。最後にこれで決めてくれるはず、鍋さん。エルボーグライド入って綺麗な円を描いて、イエスメイク。ありがとうございました。やってもらいましょう。それではライディングスタート。さあ自由だとフリー。さあそしてリアの技、さあクロスウッドのとても美しいグライド、そこからおっとワンハンドで手を回して、フレーム回して、そしてなぜか加速、そして切り返してアラウンドワールドのメイク。さあ一発でさっそとメイク20秒。さあ素晴らしい。さあクロスでさりげなく前輪を踏めてから、さあペダルをこいで、おーいえ、さあそしてさっそとメイク。さあ掴みは完璧。さあおしみくん、さあこれまで非常にキレのあるライディング
クロスで前へ後ろへ前へ後ろへ前へ後ろへ前へ後ろ前へ、バーもなんかハンドル回ってメイク、さあ素晴らしい、さあライディングスタート、さあハンドファイブからさあ一発でメイク、さあ完璧、掴みは完璧、これは勝てるかもしれない、まあ1分15秒経過、あと45秒あります、さあフェイキーからフェイキーから、今度はフェイキースイッチフットアンクルですから、さあ技の名前がとてもつけられないと、何をしてるか技の名前が言えない、さあボディバリアルからフレームを回して、フレームを回して、さあそこからチュッとしてヒッチハイカー、そこから乗ってボディバリアルをして、今度逆に行って、さあ落ちていない、さあそこから、さあ続けて今度は走り出した、さあみんなから拍手が来ている、さあそこから次は踏み替えて踏み替えて、今度逆に行って、さあここまで来たら最後は何が来るのか、スイッチ系、さあさあ2分間のライディング、何が来るのか、クロスハンドからそっからなぜかフェイキーに入って、なぜかボディに回転して、さあ非常にマニアック、そしてペダルの位置をちゃんと手で直してからぐるぐる回して、ぐるぐる回して、さあそっからおっと前輪が浮いた、そしてペダルに乗って、さあ展開が出た、さあ来ましたこの技、さあ手で走ってましたね、腕力、そしてそこからフレームを回して、さあ回して、さあここまで完璧、そしてメイク、さあ田中さん完璧、ちびっ子も見てるんでね、行ってもいいよ、さあ行き急ぐなよ、こそこいでこいで、イエーさあ行き急いだ小僧は、行き急いだ時代の超人藤井康平、行き急ぎました、ありがとうございました、大きな拍手。